カスピアン航空7908便墜落事故は2009年7月15日にイランのテヘランからアルメニアのエレバンへ向かっていた定期商業航空便のツポレフツ -154M がイラン北西部のガズビーン郊外のジャンナターバード村近くに墜落した航空事故である。登場していた乗員15人、乗客153人は 全員が死亡したと報じられている。この事故はツポレフツ -154 の事故では57回目、イランにおける同種の事故における被害の規模では5番目の大きさとなる。事故機は、イラン航空当局報道官によると、イランの航空会社カスピアン航空が運航する1987年製造のツポレフツ -154M である。 同機種は1972年から94年にかけてロシア生産航空機のベストセラーであった。墜落から数時間後に3つのうち2つのフライトレコーダーが回収された。これらは損傷を受けているものの事故原因の特定に十分な情報がもたらされるものと期待されている。公式に確認された情報ではないが広く報道されるところによると事故機は EPCPG とされている。EPCPG は1987年4月20日にヤタールとして運航に入り、1988年にアリアナアフガン航空に売却され、さらに1998年4月15日にカスピアン航空に売却され EPCPG となった。製造から11年目のことである。 同期は2009年6月に安全性の確認が行われ、2010年までの対空証明を取得している。アルメニア航空当局者の発言によると、通過した6月の技術検査は、ロシア南部のミネラリヌイエボディ空港で行われたものであるという。しかしながら、これについて、同空港長のユーリ・サモスノフは、RIA ノーボスチとのインタビューで、 整備が東空港で行われたものであったとしても何か発言する立場にはないとしてこれらの報道について確認をしていない。イランの航空機材は気度しが高く安全性の記録も貧弱なものである。また西側機材についてのスペア部品の獲得も困難である。これは1979年のイランイスラーム革命後の金融により ボーイングなどはアメリカ及びヨーロッパ製の新たな機材購入が不可能なためである。イランはロシア製機材の購入でこれを補っている。ガズビーンテヘラン墜落はイラン夏時間11時33分にテヘランのエマーム捕銘に国際空港を離陸してから16分後のことであった。複数の当局者によると 事故機のビブで突然火災が発生した。このため操縦士は安全に着陸できる地点を探して、旋回したものの失敗し、農地に墜落して、完全に破壊された。墜落地には10メートルに及ぶ溝が刻まれた。当時この地点から300メートル以内の場所にいたという、ある目撃者は、飛行機が空から降ってきたようであったという。事故から3時間後には、火災が、 周囲200平方メートル以上を焼いた。目撃者は、ファールス通信に次のように話している。I saw the plane when it was just above the ground, its w h e e l s were out and there was fire blazing, from the lower parts, it seemed the pilot was, trying to land and moments later the plane hit, the ground and broke into pieces that were, スキャッタードファーワイド、私が見たとき、ちょうど飛行機が地面に迫っているところでした。車輪は出ていて、機体の下部から火を吹いていました。パイロットは、なんとか着陸させようとしていたようですが、その直後に、機体は地面に打ち付けられ、粉々に壊れて、広範囲に散らばりました。目撃者アボルファズルイーダ g ファールス通信7月16日。 飛行中の音声記録を収めたコックピットボイスレコーダーと同じくシステム情報を収めたフライトデータレコーダーの両ブラックボックスが発見された。しかしながらうち一つは損傷を受けていたと首席調査官アフマドマ GD は報告している。当事故はイラン軍の遺留ュにいるマイナス76が墜落し302人が 死亡した2003年の事故以来、最悪のものとなる。また、民間航空機の事故としては、これまでで最悪のものである。報道によると168人の搭乗者のうち160人がイラン国籍であった。6人がアルメニア国籍、2人がグルジア国籍、2人がカナダ国籍、2人がオーストラリア国籍であった。なお、 カナダ国籍者の2名と、オーストラリア国籍者の2名は、それぞれイラン国籍との二重国籍者である。当局の公式声明はまだ発表されていないが、イラン大統領、マフムード・アフマディ・ネージャードは、犠牲者と遺族に弔意を示した。また、アルメニア大統領、セルジ・サルキシャンは7月15日、翌16日を同国含むの日とする大統領令に、署名した。 アルメニア大統領、セルジサルキシャンは7月15日、墜落に関する政府調査団の派遣を発表した。副首相、アルメンゲボルギアンが代表を務める予定である。イラン当局者は、墜落を技術的要因によるものとしている。3つのブラックボックスが発見されており、うち2つは深刻な損傷を受けている。2014年12月23日に、 事故の経過報告が発表された。事故機が高度9700メートルまで上昇していた時、クルーが第一エンジンの火災に関することを報告していた。8700メートルまで上昇し、墜落の3分前に機体は270度の旋回を行い、毎秒約70メートルのほぼ垂直に近い高下率で急降下し始めた。離陸から16分後に、 機体は高速で、ホメーニ空港から約 120km のジャナタバド村の近くに墜落した。墜落現場には約1 0ルの深さのクレーターができた。最終的な事故報告書は2011年にイラン当局によって発表された可能性が高かったが、2019年に部分的に英語に翻訳されるまで広く注目されることはなかった。事故報告書によると、 事故は、第1エンジンの低圧圧縮機の第1ローターの疲労破壊が原因であり、その結果ローターディスクが崩壊したことが分かった。ローターディスクの破片が第1エンジンを破壊し、1番と3番、油圧システムを切断し、第2エンジンへの燃料管が切断され、航空機のビブで大きな火災が発生した。この火災により、昇降舵を作動させるロッドが損傷し、 機体が制御不能となった事故前に、ロシア航空メーカーのツポレフは、低圧圧縮機の厳格なテストを要求していたが、ロシアの業者にロシア語のみで提供されていただけであった。事故から6日後、ツポレフは、各国の業者に要求を実施した。ありがとうございます。